もう上に CDM になるということはそれですし、全然不思議な一方的に、そして自分たちですね、本当にチーム一丸となってのベスト8進出です。いやもう昨年はですね、ルヴァンカップも決勝、そして天皇杯も準決勝で、敗退してしまいましたので、今年はですね、セレッソファミリーの皆様と共にですね、必ず優勝を勝ち取りたいと思います。